失われた時を求めての舞台コンブレのモデル地の入り江。作品により入り江コンブレの名称となった。失われた時を求めてはマルセル・プルーストによる長編小説。プルーストが反省をかけて執筆した大作で1913年から1927年までかかって全7編が刊行された。長さはフランス語の原文にして3000ページ以上。 日本語訳では400字詰め原稿用紙1万枚にも及び最も長い小説としてギネス世界記録で認定されている。ジェームズ・ジョイスのユリシーズなどと共に20世紀を代表する世界的な傑作とされ、後世の作家に多くの影響を与えている。眠りと覚醒の間の曖昧な無双状態の感覚、紅茶に浸った一辺のプチッとマドレーヌの味覚から、 不意に蘇った幼少時代の鮮やかな記憶、二つの散歩道の先のに、家族との思い出から繰り広げられる総話と社交界の人間模様、祖母の死、複雑な恋愛心理、芸術をめぐる施策など、難解で重層的なテーマが一人称で語られ、語り手自身の生きた19世紀末から、ベルエポック時代のフランス社会の諸層も同時に、滑車されている作品である。 社交に明け暮れ無駄地のように見えた何の変哲もない自分の生涯の時間を自身の中の無意識的記憶に導かれるままその渦漏れていた感覚や観念を文体に定着して芸術作品を創造し小説の素材とすれば良いことを最後に語り手が自覚する作家的な方法論の発見で終わるためこの失われた時を求めて自体が どのようにして可能になったかの創作動機を小説の形で語っている作品でもあり、文学の根拠を探求する旅といった予想が末尾で明らかになる構造となっている。こうした小説自体についての小説といった意味も兼ねた失われた時を求めての画期的な作品構造は、それまで固定的であった小説というものの考え方を変えるきっかけとなり、また、 物語として時代の諸相や風俗を様々な局面で映し出しているという点ではそれまでの19世紀の作家と通じるものがあるものの登場人物の心理や客観的状況を描写する視点が従来のように俯瞰的でなく人物の内部に入り込んでいるという型破りな手法が使われ20世紀文学に新しい地平を切り開いた先駆け的な作品として位置づけられている 失われた時を求めては、長さが長大なだけでなく、一つの文章も非常に息が長く、陰謗の多い文体となっている。また、数百人にも及ぶ膨大な数の登場人物の、うちの使用人物も数多く、その関係も複雑で、物語に様々な伏線が貼られているなど、作品全体の構造が捉えにくい面もある。マルセル・プルーストがこの長い作品を創作する。 直接的なきっかけとしては、37歳になる1908年頃から、文芸評論家、サントブーブの論にことを唱える、サントブーブに反論するという評論を書き出したことで、そこから徐々に構想が広がり、失われた時を求めての代を持つ小説に発展していった。プルーストは、外部の騒音を遮るため、コルク張りにした部屋に閉じこもって書き続け、42歳と、 なった1913年11月に第一編、スワン家の方へを自費出版した。この時点では当初3編の予定であったが第一次世界大戦のため出版が中断し、さらに新たな要素を加えるなどの開講を続けて、長大化していく。様々な右翼曲折を経て、プルーストは47歳となる1918年頃に発話障害と、 顔面麻痺に時々襲われながらも、全20冊のノートに聖書原稿を書き上げた。その後も大幅な修正、加筆作業を続けて、1919年6月に出版した第2編、花咲く、乙女たちの影に、は、コンクール賞を受賞した。そして手直し作業が第4編まで完成し、第5編の印刷ゲーラに手入れしている途中。 プルーストは1922年12月18日に51歳で死去した。よって第5編の途中以降は未抵抗の状態であったが、弟、ロベールや批評家、ジャックリビエールらが意向を整理して観光を引き継ぎ、最後の第7編を1927年に観光して出版完結となった。物語としては一応終わっているが、 プルースト自身が自作を大聖堂に例えているように、中世の教会建築さながらに過失解講されて膨大化した作品であるため、死後観光の3編に関しては、真の意味では未完作と言える。さらに言えば、もしプルーストがまだ数年生きながらえて書き続けていたとしても、人生のすべてを書き込むのは不可能であっただろうため、あらかじめ未完を運命づけられていた作品だとも言われている。 物語は、ある日語り手が一さじすくった紅茶に混ざった一片のプチッとマドレーヌを口にしたのをきっかけに、その味覚から、幼少期に家族揃って、夏の休暇を過ごした田舎町コンブレーの全体の、記憶が鮮やかに蘇ってくる、という、無意識的記憶の感覚を契機に展開していく。そして幼い語り手の一家が滞在した、コンブレーのおばの家の敷地に面していた、スワン家の宝刀。 ゲルマントの方というイジロの二つの散歩道のたどり着く場所に住んでいる二つの家族たちとの関わりの思い出の中から始まって、自らの生きてきた歴史を記憶の中で織り上げて、行くように多くの様々な相話と共に進んでいく。作中の年代は、およそ1880年代から1920年代頃と推定され、第一次世界大戦前後の都市が繁栄した19世紀末から、 ベルエポックにかけての世相風俗や、社交界の人々のスノビズムも主催に描かれている。また主人公は、同性愛者の設定ではないが、同性愛も重要なテーマの一つになっており、これは、プルースと自身が、同性愛者であったことと、秘書を務めた青年が失踪の後に飛行機事故死したことが、主人公の恋人、アルベルチーヌの死に置き換えられていると言われている。このように、 物語全体はフィクションであるが、芸術家である作者の自伝的な作品という要素も色濃い。名前のない主人公の私はプルースト自身を思わせる人物で、少年期の回想や社交界の描写、恋愛心理などにプルーストの体験が活かされている。結末では語り手が自身の生涯を素材として字をテーマにした小説を書く決意をするという、 作家としての自覚の場面があり、作品はこの作品自体がどのようにして可能になったかの根拠を示していった小説と考えられ、作品導入部と結末部が円環的な関係にあり、あたかも論文における序文と結論があらかじめ第一編に置かれていたことが解かる構造となっている。失われた時を求めての成立の起点は一般に1908年と考えられている。 この年の初頭より、プルーストは、フィガロ紙に、当時ロンドンで起きた、詐欺事件、ルモワーヌ事件を題材に、バルザック、ミシュレ、ゴンクール兄弟、フローベールなどのパスティーシュを発表しており、これが直接のきっかけになって、評論活動への意欲を抱いた。プルーストは、文芸評論家のサントブーブが、スタンダール、バルザック、フローベールなど同時代の作家を軽視し、見誤った。 作品表をしたと考え、サントブーブに対する批判として、作家論を書く計画を立てていた。作家の日常の人となりと、作品等、不可分のものと考えていた、サントブーブに対して、プルースとは、文学作品を評価する上で、そうした日常的、外面的な表層の自我と、芸術作品中で表現される、自己内部の真相の自我は別物であるとし、 その真相を表出している作品に即して考えなければならないとしていた。一冊の書物は我々が日頃の習慣や交際や悪壁などの中で示している自我とは異なった自我の書産である。このもう一つの自我を理解しようと思うなら、それに成功するためには自分自身の奥底に降りて行き、自分の内部でこの自我を再想像する以外にない。マルセル・プルースト サントブーブに反論するそうした評論計画の一方で、プルースとは、ロベールと小ヤギ、名をめぐる無双などの表題のついた、失われた時を求めての原型となる小説断片が含まれた75枚の草稿を書き始めていた。そして、1909年8月までの段階では、これらの評論と小説は、夜中の回想の物語に、 明け方の母親との会話形式の評論をつなげるというサントブーブに反論する、ある朝の思い出と仮に題された一つの作品としてまとめられることが予定されており、前半部では理論の実演として小説が、後半部では理論編として評論が置かれるという構成になっていた。しかし、この作品が当初予定されていた出版社から拒否されると、プルースとは、 他の出版社を探しながら作品の開講を続けていき、次第に全体の構想も変化していった。当初、評論の形をとっていた最後の理論部分は作品の中に溶け込み、さらに無意識的な記憶の作用が作品の冒頭と最後に置かれ、作品構造を決定する基本的要素となった。プルーストが1895年から1899年頃に、 かけて書いていた自伝的な小説断編をまとめたジャン・サントゥイユがプルーストの死後の1952年に出版されたが、この自伝小説の中には失われた時を求めての各所の総話と類似する点も見受けられる。ジャン・サントゥイユには当時のプルーストの願望や夢、実生活や経験が比較的そのまま反映されており、その点では 失われた時を求めての趣向きとは異なっているが、失われた時を求めての成立をめぐる、研究資料としても貴重なものにもなっている。また自身のスノビズムを自覚していたことも参見され、スノブである小説家は、スノブを描く、小説家になるだろうという予言を書いている。失われた時を求めてというタイトルが、プルーストの書簡に現れるのは1913年5月、半ばのことであり、 当初、プルーストは2巻、内し3巻で観光が完結すると考えていた。1912年に、ほぼ原稿ができていた3辺構成の、失われた時を求めてでは、1913年11月に、第1巻がスワン家の方へとして、グラスセ社から観光された時点では、翌年以降に、第2巻、ゲルマントの方、第3巻、見出された時の観光が、 予告印刷されており、この時、第2巻はすでに活字を組む作業が開始され、3巻目の走行も大まかな形で出来上がっていた。しかし、この段階では、マリアという名前が付けられていた語り手の恋人とのエピソードなどがその後に大幅に開口過失されたことにより、それから、プルースとの裁判年に至る8年間の間に、作品が2倍以上の分量に膨れ上がることになった。 この大幅な変化は、1913年から1914年にかけて起こった青年、アルフレッド・アゴスチネリとの間の事件が影響を与えていると考えられている。1907年に秘書地カブールで出会った自動車、運転手のアルフレッド・アゴスチネリは、その後1913年に職を求めて、プルーストの元を訪れた。プルーストは、アゴスチネリを秘書として採用し、 その妻と称するアンナと共に住み込みで雇い入れた。プルーストと彼との間の詳しい関係はわからないが、プルーストはこの青年に非常に就寝するようになり、アゴスチネリが金銭をプルーストに使わせた挙句に1913年12月にアンナと共にニースに逃亡し、さらには1914年5月に彼がパイロット訓練飛行中に事故死したことで強いショックを受けた。 アゴスチネリはマルセルスワンという偽名を使って飛行士学校に登録していた。作中での恋人アルベルチーヌとのエピソードはこの現実の事件と並行関係を持っており、作中ではアゴスチネリとの間に交わした書簡をそのまま語り手とアルベルチーヌとの間のやりとりとして引用することさえしている。上記のような大幅な開校を経て九百十八年頃、 結末に至るまでのノート20冊分の聖書原稿が書き上げられた。しかし、プルースとは、この聖書原稿から打たせたタイプ原稿にさらに、大幅な画筆と手直しをするのが常で、さらに印刷ゲラにも大規模な修正が加えられるため、この段階ではまだ完成とは言い難い状況であった。晩年のプルーストは、生の残りの時間に追われるようにして、ゲラの修正とか筆の作業を急いだが、 1922年11月に第5編、囚われの女の修正作業中に息を引き取った。このため、第5編の途中から最終巻きまでは本当の意味では完成していない状態であり、特に最終巻、見出された時はまとまった作品として見るにはかなり乱雑な様相を呈している。さらに後年になって、プルースとは死の直前に第6編、 消え去ったアルベルチーヌに大幅な変更を施していたことが明らかになった。これは新たに発見されたタイプ原稿をもとに、ひ孫のナタリー・モーリアックが1987年に刊行したもので、この元原稿でも消え去ったアルベルチーヌというタイトルが付けられていたことが明確となり、最初に考えていた逃げ去る女という題名と迷っていたプルーストが最終的に 消え去ったアルベルチーヌに決めていたことも明らかになった。この原稿ではアルベルチーヌの思い出に関する記述など、それまで書かれていた内容が大幅に削除されてしまっている。そのために後に続く最終巻と内容的につながらなくなってしまっており、プルーストがどういう考えでこの開講を行っていたのか明らかではないが、 作品の一部をどこかの雑誌に発表するために余分なところをカットしていただけではないかという説もある。第一部、コンブレープチットマドレーヌ。主人公が食べたのは貝殻型のもの。長い間、私は夜早く床につくのだった。この長い小説は、このような書き出しから始まり、本を読みつつ30分ほど眠って、 ふと目覚めた時の夢見心地の意識の内的感覚が綴られる。そして詳しい状況や語り手についての情報を読者に、一切与えないままに、語り手は夜眠れずに、半水状態で、ベッドの上で過ごしながら、自分がかつて過ごした七つほどの様々な部屋を、改装していく。それから改装は、語り手が、幼年時代に、バカンスで滞在していた田舎町コンブレーでの出来事に、 移り、そこで母親に寝る前のお休みのキスをせがんで、煩わせた甘えんぼだった、自身の切ない思い出を語る。一家と親しい近所のスワンが訪問すると、夜遅くまでいるスワンの応対で、母親は2階の部屋になかなか来ないため、幼い語り手には耐えがたい苦痛であった。ついで、それからずっと後年のある、寒い冬の日に、 熱い紅茶を一さじすくった時に混じった一片のプチッとマドレーヌを食べた時の快感で、それと全く同じ味覚をかつてコンブレーで、レオニシュクボが入れた紅茶か、ハーブティーで味わったことを思い出し、それをきっかけに、コンブレー全体の光景が、日本の水中花のようにティーカップの中から広がったという、美しい体験を綴り、語り手はそうして鮮やかに蘇った、コンブレーの自然情景。 そこにいた人々、見聞きした物事を語り始める。コンブレイでは、幼い語り手の家族は、レオニシュクボの家の別当に滞在し、そこからよく散歩に出かけていた。散歩のコースの一方は、スワン家の方で、散歩の途中で、スワンの娘、ジルベルトを見かけたことがあった。もう一方は、ゲルマントの方で、この由緒ある、大貴族ゲルマント家の領地の城に住む、 ゲルマント公爵夫人に語り手は憧れを抱いている。この第一部は語り手が完全に目を覚ましたところで終了する。第二部、ツワンの恋、第二部では15年ほど時を遡り、語り手の誕生以前の物語が三人称で綴られていく。語り手はツワンの心理に入り込んでいるが、ところどころに語り手が顔を出している特殊な形式となっている。ここで書かれるのは、 語り手の一家の友人であるユダヤ人の仲買人スワンが高級娼婦オデットに恋をするようになった経緯や様々な駆け引きの後で彼女への恋が冷めるまでのエピソードが描かれベルデュラン亭のサロンを舞台としてパリの社交界の様子もここで初めて記述されるスワンがオデットに誘われて初めてベルデュラン夫人のサロンに行った際そこでピアノ演奏されたそなたに感動するが それは、前年にある夜会で聴いて惹かれていたバイオリン演奏の、ソナタと同じ曲であった。スワンはその曲の作曲者が、バントゥイユという名前の人物だとそこで知る。このバントゥイユ作曲のソナタは、スワンとオデットの恋を記念する、恋の国歌となるが、オデットとの恋が破綻しそうになった後も、小学説はそれらを超える表現を持って、スワンの魂を捉えた。スワンは、 バントゥユーがいかなる苦悩の奥底から美しく、神々しい音楽を想像したのか考えるが、自分自身はディレッタントのまま、次の女との出会いを求めていく。第三部、土地の名、な第三部は、第二編、第二部、土地の名、土地と対応している。ベネツィア、フィレンツェ、パルマ、ノルマンディのバルベックなど、まだ行ったことのない土地の名前についての語り手の、 想年に始まり、期待を膨らませる。また、高熱を出したために旅行を禁じられた、幼い語り手が、代わりに、シャンゼリゼ公園に出かけて、ジルベルトに出会い、そこから、子供らしい二人の淡い恋が始まる様子が描かれる。第一編、第二部ディスワンは、オデットと別れたかと思われたが、ここでは彼らはすでに結婚し、スワン夫妻の間には、娘ジルベルトがいる。 第一部、スワン夫人をめぐって、前日の、土地の名、名の最後の部分を受け、まず、ジルベルトとの間の恋が描かれる。語り手は、スワン家に出入りするようになり有頂天になるが、ジルベルトとは、気持ちのすれ違いが多くなり、恋の情熱は、失われてゆく。一方、スワン夫人のサロンには出入りを続け、そこで、ピアノ教師バン・トゥユーが作曲したソナタを聴き、やがて語り手は、 少年の頃から愛読し憧れていた作家のベルゴットにも出会い、自身の天文に目覚めていく。第2部、土地の名、土地バルベックのモデル地となった、秘書地カブールの砂浜。前編の、土地の名、名と対応なす部分。前章から2年たち、ジルベルトとの間の恋の板でも言えた語り手は、祖母とその女中フランソワーズと共に、ノルマンディの秘書地バルベックに、バカンスに出かける。 美術に造形が深いスワンの説明から美しく思い描いていたノルマンディーフゴシック建築の教会は実際に目にすると期待外れで想像より劣っていた語り手はここで祖母の旧友でありゲルマントの一族の出であるビルパリジ公爵夫人と出会いゲルマント公爵夫妻のおいである貴公子、ロベールド三流公爵ゲルマント公爵の弟シャルルス男爵とも知り合いになる また、堤防の上で、バラのように華やいラブルジョアの娘たちの一団を見かけ、後に、ガカエルスチールの紹介で彼女たちとも親しくなり、この中の一人であるアルベルチーヌ・シモネに恋するようになる。ある晩、アルベルチーヌにキスしようとするが、語り手は彼女に拒否されてしまう。第一部、ゲルマントの方愛第三編は、語り手の一家が、ビルパルジ公爵夫人の勧めで、 パリのゲルマント邸の館の一角に引っ越すところから始まり、語り手が次第にゲルマント家の世界に入り込んでいく様が描かれている。日常のゲルマント公爵の様子を目にすると今までの高貴なイメージがなえることもあったが、語り手はオペラ座のボックス席のゲルマント公爵夫人のあでやかさを眺め、自分に手を振って合図してくれた。 公爵夫人に夢中になり、彼女に挨拶するために毎日待ち伏せをするようになる。そして、彼女に紹介されることを願いつつ、そのおいである隣人の三流との交友を深めていき、その後には、彼とその愛人ラシェルとの関係にも立ち会うことになる。実在のドレフユス事件の話題もここで、初めて登場し、ビルパリジ公爵夫人邸での待ち寝のシーンの後、語り手の祖母がシャンゼリゼで、 軽い発作を起こすところでこの部は終わる。第2部、ゲルマントの法通第2部はさらに2章に分けられている。第1章では、祖母の病気と死が語られる。これよりずっと長い第2章の始めでは、語り手とアルベルチーヌとの間の関係が再燃し、初めて、彼女とキスをする。そして、語り手は念願かなって、ゲルマント公爵夫人邸の晩餐会に招待され、シャルリウス男爵に会う。 その後、語り手は、シャルジュス男爵を訪れ、そこで男爵の存在で奇妙な振る舞いに困惑したり、するが、その頃にはすでに、ゲルマント皇爵夫人に対する熱は冷めていた。その2ヶ月後、語り手は、皇爵夫人の重視である、ゲルマント大公夫人のサロンへの招待状を受け取る。第一部、ソドムとゴモライ第四編は、悪徳と大敗の街として、旧約聖書に登場する。 ソドムとゴモラから名を取られている。第四編以降、本作の同性愛のモチーフが全面的に展開されていく。第二部よりずっと短い第一部で、語り手は、ゲルマント家の館の中庭に面した場所に店を持つ、下手屋ジュピアントシャルリス男爵が中庭で偶然出会い、同類同士の間で、蘭の花と丸花鉢のような求愛の仕草を取り合っている光景を目撃してしまい、 そこから女としての特徴を持つ男についての想念を展開していく。第2部、ソドムとゴモラ2第2部は4章に分けられている。最初は、語り手が招待されたゲルマント大公夫人の夜会の場面に始まり、その夜会の後でアルベルチーヌが語り手の元を訪ねてくる。その後、語り手は2回目のバルベック滞在に向かうが、 そこのホテルの部屋で靴を脱ごうと身をかがめた瞬間、不意に祖母の思い出が心の完結として蘇り、その死を実感させられる。また、語り手にアルベルチーヌに対する同性愛の疑いが初めて、きざして彼女に対する愛情と嫉妬が語られる。その一方、バルベックで再会したシャルディス男爵とバイオリニストのモレルとの間の同性愛関係も語られていく。 語り手は、アルベルチーヌに、疎ましさを感じるようになり、一時考えていた彼女との、結婚を断念しようと考える。しかし、アルベルチーヌから、同性愛者である、バイントゥイユ城の女友達との親しい関係を、告げられると嫉妬に駆られ、急遽彼女をパリに連れて行き自宅に住まわせることにする。この巻以降は未抵抗であり、いずれもないように、区切りがつけられていない。また、 第5編はタイプ原稿では、ソドムとゴモラスリーの第一部という副題が付けられており、前編に続いて、同性愛を主題とした内容が続いている。語り手は、アルベルチーヌと暮らし始めたものの、病弱で家からなかなか出られず、監視役として付けたアンドレと一緒に出かけていく。アルベルチーヌに疑惑と嫉妬を募らせていく。その後、語り手は、ベルデュラン家の夜会に赴く。 そこでは、シャルデュス男爵の後ろ立てで、モレルを称える音楽会が催されるが、しかし客に無視されて気分を害したベルデュラン夫人のために、シャルデュス男爵とモレルは仲違いしてしまう。その音楽会で語り手は70奏曲に聞き入り、それがバントゥイユの遺作だと気づく。そして音楽の与える喜びに匹敵するような作品を、 いつか自分が想像できるのか自問する。一方、語り手はアルベルチーヌに対して募っていく疑念と、嫉妬に苦しみ、彼女との間のいさかいが起こるようになっていく。そして、彼女と別れることを考えるようになるが、そのことをほのめかした矢先に、アルベルチーヌは不意に語り手の家から立ち去ってしまう。第六編は、一時、ソドムとゴモラスリーの第二部という副題が付けられており、 全館と体を成すものになっている。1954年のプレイアット版以後は、逃げ去る女という題名のものも刊行されているが、1989年のプレイアット版では、消え去ったアルベルチーヌの巻名が採用されており、本文及び巻名について一致した見解は、成立していない。語り手は、アルベルチーヌが身を寄せた、トゥーレーヌのボンタン夫人のもとへ、 三流を密使として送り、また、夫人の気を引くために、主練手札を用いた内容の手紙を送って、彼女を自分の元に戻らせようとする。しかし、そのうちに、ボンタン夫人から、アルベルチーヌが乗馬中の事故で死亡したという知らせが届く。自分をもう一度受け入れてほしい、戻りたいという内容のアルベルチーヌからの手紙が届いたのは、その知らせの後だった。 語り手は、彼女を失った悲しみに加えて、その死後も、なお彼女の同性愛趣味に対する嫉妬に激しく、苦しめられる。しかし、その苦しみを他人に語り時間が経つにつれて、少しずつ和らいでいく。そして、母、オデットの再婚によって、フォルシュビル城となっていた初恋のジルベルトと、語り手は再会もした。その後、念願だったベネツィアに語り手は旅行するが、 その時にはもうアルベルチーヌへの思いはほとんど消え去っている。パリへの帰途で語り手はジルベルトと三流の結婚を知る。語り手はコンブレイのジルベルト邸に滞在し、ここでジルベルトからそれまでは全く別の方向だと思っていたスワン家の方とゲルマントの方の二つの道がある点で合流して意外な近道で繋がっていたことを知らされる。 それから、エドーモンドコンクールの日記を読んで、文学の価値に会議を抱くとともに、自身の才能に対して、疑念を持つ。その後、語り手は病を治療するために数年の療養所生活を送る。それから、語り手は一時、第一次世界大戦下のパリに戻り、そこで人と社会の様々な変化を目にする。コンブレーは、ドイツ軍に占領されており、敵国のドイツ美意気になっていた。 シャルリュス男爵は、社交界での輝かしい地位を失っていた。語り手は、空襲爆撃にさらされた、パリの東下管制下の街のホテルで、自分を若い男に夢中打たせて快楽に浸っている、血だらけのシャルリュスを見かけ、またサンルーもこの宿に出入りしていたらしいことを知る。その後、間もなくサンルーは、戦線で死を遂げ、語り手は再び療養所生活に戻る。さらに数年経ち、 語り手は再びパリに戻ってくる。語り手は、ゲルマント対抗夫人のマチネに出席し、ゲルマント家の中庭の不揃いな敷石でつまずいた瞬間、ベネツィアで全く同じ体験をしたことを思い出す。これをきっかけにして、かつてマドレーヌによって引き起こされたのと同じような無意識的記憶が次々と引き起こされ、語り手に過去の鮮やかな記憶が次々と蘇ってくる。この体験によって、 語り手は自分の文学的な天文を発見し、時世や特定の観念におもねらずに、このように生々しく蘇ってきた生の奇跡を描いて行くべきだと確信する。そして、語り手はゲルマンとコーヒーの開いたパーティーの場ですっかり置いて、まるで仮面を被っているかのように様変わりした人々の姿を見て、字の破壊作用を目の当たりにする。そしてまた、スワン家の宝刀、 ゲルマントの方の二つの道の合流を象徴するジルベルトの娘サンルージョーに出会い、時がもたらす私服をも実感する。こうして、小説の題材をすっかり捉えた語り手は、自分の死を背後に感じながら、時と記憶を主題とする長大な小説を予告し、物語を終える。ゲルマント公爵夫人の再起な性格のモデルとなった、ストロース夫人。 父親と弟と失われた時を求めての文体は複雑な公文と多くの引味を持った非常に意気の長い文章に特徴づけられている。このようなプルーストの長い文章はある観念やイメージが喚起する一切のものを記述しようとする作家の姿勢に基づくものである。例えば文章の中で一つの対象が登場するとその後に対して何行にもわたって就職が加えられ、 その後再び元の語が引用されて、また就職が始まり、その後でようやく術語同士が登場して一つの文が完結するというような形のものがしばしば現れる。このような展開法はパラグラフのレベルにも見られ、一つのパラグラフの冒頭に置かれた主の観念が次のパラグラフの冒頭にも繰り返されて、脱線したものが再び立ち戻りながら広がって、 物語っていくという叙述方法となっている。これらは、走行やゲラを何度も読み返しながら、その度に新たに喚起された記述が加えられていった、結果でもあると考えられている。また、このような長い文章は、文章が結論部分に至るのを、いつまでも引き伸ばしておくことで、読者の期待を宙づりにしておく、冒険小説の技法をも思わせる。ただし、 こうした長い文章は、実際には、作品全体の3分の1程度を占めるに過ぎず、作品全体を通じて、常に用いられているわけではない。また、長文が用いられる場面も語り手の分析的な、独白を記述する場面に限られており、状況に合わせて、適に短い文も使われている。実際、文章の平均的な単語数は、標準的なフランス語文の2倍程度である。 また、使用されている語彙も極端に多いわけではなく、ある統計によれば、ジロデのそれよりも少ないという。プルーストは、その文章表現において、特に意味を重視していた。失われた時を求めての最終巻などにも、陰誘と印象をめぐる一節が一種の文学論の形で記されている箇所がある。そこでは、陰誘によって、二つの感覚に共通の性質を思い、 その二つの感覚をお互いに結びつけることによって、二つの感覚のエッセンスを引き出し、時間の持つ偶然性から感覚を解放するようにして、一つのメタファーの中に二つの対象を含ませると述べている。また、このメタファーの多様が持つ、比較されるものが、比較するものを喚起する関係は、失われた時を求めてのモチーフである、無意識的記憶の構造。 すなわちある現実の体感が過去の類似した記憶やそれにまつわるすべてを引き起こすという機能と同じ構造を持っている。そのため、こうしたメタファーは無意識的記憶のモチーフのいわば文体レベルでの実行とみなすこともできる。失われた時を求めての物語は直線的な進み方をしておらず、現実の事柄を述べる傍らでしばしばその印象や記憶をめぐって脱線する。 また、語り手が時に応じて一般的な法則を明らかにして、それを比喩と共に励称したり抽象化したりすることで、話の流れがしばしば中断されてしまう。このため、作品の全体像は容易には把握しがたい。しかし、プルースとは、この小説を非常に緻密に構成している。まず作品全体を支える構成として、語り手が不意に経験する記憶の本流が、 論文における序文と結論のように、あらかじめ作品の初めから配されており、冒頭に置かれている無意識的記憶が作品の原動力となっていく。そして、その記憶の現象が物語の最終巻になって、再び現れ、その幸福な感覚の秘密を悟ることで、書くべき表現方法を得た語り手の文学的自覚が語られる結論部へと、 円環的につながっていたことが明らかとなる構造になっている。各編内の章においても厳密な構成が施されており、例えば第一編中では、不眠の夜のことが除極的に書かれた後にコンブレのことが語られ、再び不眠の夜からマドレーヌの総話となり、コンブレこのことが長く描かれて、最後に不眠の夜から夜明けになるというように、 楽曲やオペラのようなシンメトリックな構成配置となっている。プルースと自身全体を大聖堂や公共曲に例えているように幾何学的な構成となっている。物語自体は場所を基軸にして展開していく。第一編では語り手が生涯の中で過ごしたことのある様々な部屋が改装されていく。ここではその後展開する。 物語の主要な場所がすべて示されている。また、幼い語り手の散歩道として、スワン家の方と、ゲルマント家の方という二つの方角が提示されているが、前編の主要人物のうちの多くは、この2屋のうちのどちらかに関連して登場する。前者の道は、ブルジョワ社会を、後者は、伝統的な貴族社会を象徴する方角となっていき、最後の巻では二つの道が、 実は繋がっていたことを知らされ、この両家の間に生まれた三流城が登場することによって二つの方向が象徴的に統合される。この他にも第四編以降で展開される同性愛の主題をそれとなく、第一編の大場の会話の中などに暗示的に盛り込み予告するなどの様々な伏線もあり、小同士の小王関係、要所要所に置かれた。 無意識的記憶の減少土地と土地との類似関係など、壮大な作品に堅牢な構造を与えるための様々な工夫がなされている。失われた時を求めての語り手である、私は多くの点で作者プルーストとの共通点を持っているが、重要な相違点もある。例えば、プルーストの母はユダヤ人であり、プルーストは幼少の頃から、 母方の親戚と親しく交流していたのだが、作品では語り手からユダヤ人であることを伺わせる要素は注意深く排除されており、代わりにスワン、ブロックといった人物がユダヤ人として登場している。また、プルースとは同性愛者であったが、この要素も語り手からは排除されており、同性愛のモチーフは語り手の恋人であるアルベルチーヌや、 サロンで知り合うシャルルス男爵などへ転嫁されている。なお、この長い小説の中で語り手である、私の名前は一度も出てこない。何度か語り手の名前を出さざるを得なくなるような状況は出てくるものの、プルースとは、その都度名前を告げなくてもいいように注意深く配慮している。ちなみに、第5編、囚われの女では、アルベルチーヌが語り手のことを マルセルと呼ぶシーンがあるためにしばしば語り手の名前はマルセルであると誤解されたが、よく読めばわかるように、このシーンはもし語り手がこの本の著者と同じ名前であったらという過程の上で書かれている場面であり、むしろ語り手の名がマルセルではないことを逆証明するものである。ただしこれはあえて虚構の設定を課すことで作者の真実を語るという小説というものの、 作品と作者の関係性のからくりを表しているものでもある。また、プルーストがこのような一人称の書き方をしているのは、この作品全体が私の成立詞であり、物語の冒頭では誰ともわからずに登場する私が物語が進むにつれて様々な人や事物に触れて認識を深めていくことで、読者のうちに一人の作中人物としての 私の実体が現れていくことを意図しているためでもある。さらに特定の名前を持たない私とすることで、その私が容易に読者自身にすり替わることができるよう配慮したものだと考えることもでき、そこに無名性の意味があると見られている。失われた時を求めては記憶をめぐる物語であり、その全体は語り手が回想しつつ書くというふうに記憶に基づく、 形式で書かれている。プルースとは、意志や知性を働かせて引き出される早期に対して、ふとした瞬間に我知らず、蘇る鮮明な記憶を、無意識的記憶と呼んで区別した。作品の冒頭で、語り手は紅茶に浸った一辺のマドレーヌの味覚を、きっかけにコンブレイに滞在していた頃に全く同じ体験を、したことを不意に思い出し、そこから強烈な幸福感とともに、 鮮明な記憶と印象が次々に蘇ってくる。無意識的記憶の要素は、それ以降物語の中にしばしば類似の例が散りばめられている。例えば、ソドムとゴモラの巻で、心の完結と題された談笑で、語り手はバルベックのホテルについて、疲労を感じながら、ショートブーツの脱ごうとした瞬間、不意に亡くなったばかりの祖母の顔を思い出して、それまで実感できないままだったその死を、 まざまざと感じさせられるという経験をする。このような無意識的記憶の現象は、最終巻、見出された時において、ゲルマント大皇帝の中庭で敷石につまずいた時に、ベネツヤの寺院の洗礼堂でタイルにつまずいた記憶が蘇り、第一巻のマドレーヌの時と同じような歓喜の感覚を再びすることによって、その幸福感の秘密が解明される。それは、同じ感覚を、 現在の瞬間に感じるとともに、遠い過去においても感じていた結果、過去を現在に食い込ませることになり、自分のいるのが過去なのか現在なのか判然としなくなったためで、この瞬間、私は長時間的存在となる。私は理解した文学作品のすべての素材は、私の過ぎ去った生涯であるということを。私は理解した、それらの素材は、浮ついた快楽や、 最だな生活や愛情や苦痛などを通して私のところにやってきたものであり私はそれを溜め込みながらいずれ植物を養うことになる全ての栄養を蓄えた種子のようにこれらの素材の使い方もまたそれが無事に生き延びるかどうかさえも見通してはいなかったのだマルセル・プルースと失われた時を求めて見出された時語り手は文学作品のすべての素材は 私の過ぎ去った生涯であるという認識とともに、自分の人生において経験した瞬間瞬間の印象を文学作品の上に再構成し、音楽に匹敵する文学を書く決意を固めていく。このような無意識的記憶を文学作品において登場させたのは、プルーストが最初というわけではないが、こうした現象はしばしばプルースト現象あるいは、 プルースと効果という言い方で知られるようになっている。私は人間を、その肉体の長さではなく、必ず歳月の長さを持ったものとして描くだろう。私たちが、地の中に絶えず増大していく場所を占めているということは、皆が感じているのであり、この普遍性は私を喜ばせずにはいなかった。マルセル・プルースと、失われた時を求めて、見出された時フェルメール作、デリフトの帳簿。 フルーストは、オランダ旅行時の1902年にも、デンハーグのハーグ美術館でこの絵画を見ており、知人に宛てた書簡で、ハーグでデリフト長簿を見てからというもの、この世で最も美しい絵画を見た、と思ってきましたと書いている。上記のように、失われた時を求めては、芸術を求める、私が様々な経験や考察を経た後で、文学の意味を発見し、 文学的使命に目覚めるまでを描いた物語であり、一種のビルドゥングスロマン、語り手による文学の根拠を探求する小説として読むこともでき、作品中には、ルノワール、モロー、ワグナーラを、はじめ様々な芸術家、作家の名が引用されているだけでなく、物語に重要な役割を果たす、架空の芸術家が幾人か登場する。例えば、 コンブレイのピアノ教師バントゥイユは平凡で地味な生活を送っているが、その外的生活と芸術家としてのバントゥイユの内的な真相の自我とは別のものだというプルーストのサントブーブに反論するで主張しているテーマが表現される。バントゥイユの作曲したそなたは作品の第1巻第1部スワンの恋でスワンとオデットが近づくきっかけになり、また、 バントゥイユのソナタと同じモチーフを持つ未完の遺作の70奏曲は、後にその娘バントゥイユ上の同性愛の相手によって完成させられ、サロンでそれを聞いた飾り手の魂に深い感銘を与えることになる。秘書地バルベックで親しくなる画家のエルスチールの絵画、ミッサクリパンの肖像には断層の霊人が描かれ、軽口以降にも対象の本当の異常や、 芸術家の内的なビジョンの真実を表現する意図が、エルスチールにはあった。語り手は、エルスチールの絵に、現実を前にしたとき、自分の知性が与える、一切の概念を捨てて、画家の印象を正確に描こうとする態度を見出し、そこに、文学の移入表現と、類似する現実の変容を見出す。また、エルスチールは、以前に、社交界のサロンで、ビッシュと、イユーナで出入りし、 太鼓持ちや同契約をしていたという総話にも、サントブーブに反論するの主張が生きている。また、語り手が、かつて愛読した作家だった、ベルゴットは、展覧会で、フェルメールのデリフトの帳簿を見て強い印象を受け、このように書かなくちゃいけなかったんだ。この小さな黄色い壁のように絵の具をいくつも積み上げて、文章そのものを価値あるものにしなければいけなかったんだと、つぶやきその場で死んでいく。 聞き書きの形で語られる、このベルゴットの死の情景場面は、以前に書いた断片総話の焼き直しで、その創作断片では、オランダでのレンブラントの展覧会で、私が死人のようなジョン・ラスキンに出会うという設定となっている。また、プルースと自身が、死の前年1921年4月に実際に受動、フォーム美術館のオランダ絵画展で、 デリフトの帳簿を見た時の経験をもとに書かれたとも考えられている。また作中には読書をする、語り手の意識も細かく語っているが、そこには芸術の需要というものにこだわるプルーストの読書論が展開されており、これは音楽や絵画、舞台などの受け手の心理の分析にも同梱なものが見られる。一人一人の読者は本を読んでいる時に自分自身の読者なのだ。 作品は、この書物がなければ見えなかった、読者自身の内部のものを、はっきり識別させるために、作家が読者に提供する一種の工学機会に過ぎない。マルセル・プルースと、失われた時を求めて、見出された時、ゲルマント公爵夫人の主要モデルとされている、グレフィール伯爵夫人の肖像パリの社交界は、失われた時を求めての主要な舞台の一つであり、作品中では、 サロンの描写に非常に多くのページが書かれている。作中では、パリの社交界の中心にあるのは、ゲルマント公爵夫人のサロンであり、その周りに、それよりも意向があるが、閉鎖的で退屈なゲルマント対抗夫人のサロン、同じ一族であるが定位にある、ビル・パリジ公爵夫人のサロン、そしてスワン・トーデットとの恋の舞台でもある、ベルデランプ人のサロンなどが廃されている。 ゲルマント一族による貴族のサロンでは、ブルジョアの振る舞いが軽蔑され、一方ブルジョアのベルデランプ人は貴族を軽蔑する、様子を見せるが真相では羨望しており、未亡人となった彼女は、最終的に、夫人と死別したロー・ゲルマント大公と再婚して、大公夫人の座に居座り、貴族のサロンの頂点に君臨することになる。ゲルマント公爵夫人のサロンは、当初は、 語り手の憧れの対象となるが、社交界に入り込むにつれて、その悲壮さ、潜伏さに気づいていくとともに、社交界を取り巻くスノビズムを徹底した、霊利な目で描き出し、また同時に、その滑稽なものの中にある、美しい普遍性や、人間性を見出す。仕草や、言葉や、無意識に漏らした感情などによって、この上もなく愚かな人間だとわかる人たちも、自分では気づかずに、 様々な法則を示しており、その法則を芸術家は彼らのうちに捉える。この種の観察のために一般大衆は作家を意地の悪い人間だと思うが、それは間違っている。なぜなら芸術家は滑稽なものの中に美しい普遍性を見ているからだ。彼がそのために観察の対象になった人を非難などしていないのは、ありあふれた血液循環障害にかかっているからといって、 ゲ界が患者を見くびりはしないのと同様である。マルセル・プルースト、失われた時を求めて、見出された時作者のプルースト自身、若い頃から著名なサロンに出入りしており、この経験がサロンの描写に生かされているだけでなく、現実の社交界で出会った様々な人物が作中のモデルとして使われている。また、プルーストの愛読書であったルイドル・ブロワド・サンシモン。 公爵の回想録の影響もかなりある。徹底したスノビズムの描写は、愚かなもの、凡庸なものの中にも普遍性を乱すことができるという、プルースとの考えの反映であり、またそのいくらかは、スノブである、プルースと自身の姿でもあることを自覚していた。シャンゼリゼ公園に祖母と出かけた語り手は、そこで発作を起こした祖母の重い病の看病しながら、 死にゆく自分の肉体の中に救っている病を見つめているであろう。祖母の内面を推察していく描写があるが、そこでは死の到来を恋人の裏切りに例えており、病によって明瞭となる自分の体の他者性を考察している。そして祖母の死から一年以上経った頃、かつて祖母とバカンスを過ごした秘書地バルベックに再び到着し、ホテルの部屋で疲れて、 ショートブーツを脱ごうと身をかがめた瞬間、それと同じ動作を数年前にした時に祖母がブーツを脱がせてくれ、悲嘆と孤独に打ちひしがれていた自分を助けてくれたことが不意にありありと蘇り、涙を流しながら祖母の死を実感するという相話がある。語り手はこれを心の完結と名付け、長いこと眠り込んでいた感情があるきっかけで、呼び覚まされる現象を描いている。語り手は、 自身が祖母の振動や悲しみの原因となったと考え、自責の念を持ち、誤診をした医師を呼んできたのも自分だったことなども気にかかっていた。作中の祖母の存在には、プルースと自身の母親ジャンルへの感情が重ねられていることが監視される。シャルディス男爵のモデルとなったモンテスキュー伯の肖像、同性愛者でありながら、社交界や文芸界にも、 大きな勢力を持っていた。この作品では三つの大きな恋愛が描かれている。すなわち、オデットに対するスワンの恋、ジルベルトに対する語り手の恋、アルベルチーヌに対する語り手の恋で、最初の一つは結婚によって、二つ目は別離によって、三つ目は相手の死によって終わっているが、いずれも最後には情熱が冷まされ、無関心に至るという点は共通している。 作品の初めの方に置かれたスワンの恋は、後に、語り手が経験する恋愛の一種の予告編であり、細部にわたって、語り手の恋愛との共通点を持つ。失われた時を求めてで描かれる恋愛は重苦しく、独占的であり、しばしば嫉妬が重要なテーマとなっている。このような恋愛の裏でもう一つの大きなテーマとして、同性愛が展開する。 失われた時を求めてには、多数の同性愛者、あるいはその可能性を持つ者が登場しており、女性では、バントゥイユジョー、オデット、アルベルチーヌ、アンドレ、エステル、レアなど、男性では、シャルリュス男爵、その恋愛相手のジュピアン、モレルのほか、サンルー公爵、ゲルマント大公、ボグベール公爵などがいる。女性の同性愛は、語り手の恋愛における、 嫉妬の原因として機能し、また語り手にとって、女性を謎めいた存在にしておく口実を引き受ける役割を担うが、それ以上深く追求されていくことはない。一方、シャルジュス男爵を中心とする男性の同性愛の動向は語り手を引きつけ、観察、考察の対象となる。この作品の中でプルースとは彼らの同性愛をめぐる事件をおぞましく、 プロデスクなものとして描いているが、その中に潜む、ある種の感動や、真摯さを見出している。なお、シャルリュス男爵は、ロベールド・モンテス級白爵がモデルとなっている。また、白外の歴史を持つマイノリティとして、ユダヤ人と同性愛者とを比較し、その共通点を探ってもいる。同性愛者とユダヤ人との共通点として、 彼らが同類への憐憫と嫌悪の混在したアンビバレントな感情を持ち合わせていることをプルーストは強調し、それはプルースト自身の存在に対する矛盾した感情や同族だという理由だけで怒涛を組むことへの批判意識でもあった。また、語り手の恋人アルベルチーヌには、プルーストが惹かれていた青年、アルフレッド・アゴスチュネリーが主要なモデルであるが、1902年頃に、 公有していた青年貴族で外交官のベルドランド・フェヌロンもアルベルチーヌの前身であるマリアのモデルとなっている。プルーストはこのフェヌロンやアントワーヌ・ビベスコと一緒に1902年にベルギー・オランダ旅行をしている。スワンのモデルとなったシャルル・アース。スワンと同様株式な加害人の息子で中流のユダヤ人でありながら上流社会に出入りし貴族や皇族とも 親しかった。この作品ではまた数人のユダヤ人が重要な役割を果たす。特に重要なのは、第1巻第1部でその声が語られるユダヤ人、シャルルスワンである。彼は、ブルジョワ階級の出で、それもフランス社会で不利な立場に置かれていたユダヤ人でありながら、パリの最上流の貴族社会に出入りして華やかな社交生活を送っている。他方、 語り手の年長の悪友である仮想ユダヤ人の作家志望ブロックは出世主義的でうぬぼれが強いユダヤ人のギガとしてスワンとは対照的に描かれている。スワンはおそらくプルーストがそうありたいと思うようなユダヤ人像であり反対にプルーストはブロックの反ユダヤ的な言動を批判的に見ている。しかし物語が進むとスワンは高級商府オデットと結婚してから 社交界での立場が悪くなり、さらに妻の社会的地位の向上を気にかける、俗物的な面を見せるようになり、反対にブロックは、社交界での地位を上り詰め、作家としても認められ、貴族社会に入り込むことに成功して、育ちの悪さもなくなってくる。この他に三流公爵の愛人で、元娼婦のユダヤ人ラシェルがいるが、物語では、いずれのユダヤ人も、社会的な地位の不鎮と、 セットで描かれていることになる。また、作中のサロンの場面では、実在のフランスのユダヤ人対アルフレド・ドレフィスの冤罪をめぐるドレフィス事件が主要な話題の一つとして登場する。この事件をめぐって当時フランス社会が新二つに分かれた状況を反映し、作品の人物もドレフィス派とハンドレフィス派に分かれて様々な態度をとっている。 例えば、ゲルマント公爵夫妻は、ハンドレフィウス派であり、親、ドレフィウスの態度を取る三流公爵に非難を浴びせる。ゲルマント対抗夫妻は当初は、激しい反ユダヤ主義者であったが、裁判が進むにつれドレフィウスの無罪を確信せざるを得なくなる。ユダヤ人のスワンは、熱心にドレフィウスの擁護をするが、しかし一方で、フランス軍隊に対する愛着を示し、 半軍的なキャンペーンには関わりたくないと考えて、ピカール中佐の単眼署名を拒否する。スワンはまたこの事件に対する貴族の反応から、長年貴族たちと付き合ってきたことを後悔するようになる。ドレフィウスの無罪を主張していたサンルーについては、その後、前述のユダヤ人ラシェルを愛人にしていたことが、その原因だったとわかり、彼はラシェルと別れた後は、自分の かつての言動を否認するようになる。ユダヤ人であったプルーストは、ドレフィス事件に早くから関心を持ち、親ドレフィス派として、署名運動に関わったり、これに関するゾラの名誉毀損裁判を熱心に傍聴したりしていた。しかし、失われた時を求めてでは、プルーストはむしろ社交界における様々な反応を描くことに専念している。1912年に、 失われた時を求めての第一編の原稿を完成させたプルーストは出版先を探し始めた。プルーストは自身が無名の作家であること、また作品内に同性愛の記述があることから出版に困難が伴うことを覚悟し、自費出版を申し出ていた。しかし、それでも交渉は難航し、ファスケル社、オランドルフ社に断られた後、新進作家の画像であった。 新フランス評論を出版するガリマール社に原稿を持っていった。ところがここでも断られ、最終的に友人のつてのあったグラッセ社からの出版が決まった。値段は3フラン53チームと非常に安価で、これは当初10フランを提案したグラッセ社に対して作品をより広くルフさせたいというプルースとの意向に寄り付けられた値段であった。 1913年11月14日に第一編スワン家の方へが刊行されるとプルースとの知り合いの編集者に運動をかけたこともあって新聞各紙に書評が掲載された内容は賛否様々であったが中にはこの作品をマネ風の新鮮で自由活発なタッチに満ちた巨大な細密画と表現したジャンコクトウやその文体を 見えざる複雑さのおかげで単純になったと評したフィガロ紙のリュシアン・ドオーデなどの表が含まれる。しかし、最も反響があったのは、先に失われた時を求めての出版拒否を行っていた新フランス評論の内部であった。そこでは、この作品の先進性が見抜けなかったことに対して、メンバー内で深刻な内部批判が起こり、その結果、 メンバーの一人であったジットからプルーストに対して、丁寧な謝罪の手紙が書かれた上に、第一巻の判件をグラスセ社から買い取ること、第二編以降を自社から出版する方針を固めた。グラスセ社へのギリ立てもあって、プルーストはこの件に当初難色を示したものの、最終的には提案通り以降の失われた時を求めては、ガリマール社から出版されることが決まった。 大戦終結後の1918年に第2編、花咲く乙女たちの影にがガリマール社から刊行されると、プルースとはコンクール賞の選考委員であるレオンドーデレオンドーデの支持が得られることが分かったため、同賞に立候補した。そして、新進作家ロランドルジュレスの木の十字架を破って、同年のコンクール賞を受賞した。この受賞に対しては、 若いドルジュレスにあげるべきだったという意見や、プルーストが先行委員と関係があるという非難が、ジャーナリズムに持ち上がった。しかし、ルタンガミのポールスーデーや、レオンドーで、新フランス評論のジャック・リビエールらは、プルースト用語の筆を取っている。1921年5月に、ゲルマントの宝2、ソドムとゴモラが出版され、その同性愛の主題がはっきりしてくると、ジットは、そこで、 同性愛があまりに陰酸に書かれていることに対して難色を示した。また、同で兄弟の義弟であったアンドレ・ジェルマンは怒りを爆発させてエクリヌーボー史上でプルーストを重木の上夫になり下がったオールドミス呼ばわりし危うく決闘にまで発展するところであった。その一方でソドムとゴモラツー死後の囚われの女は3時で迎えられ、プルーストは その評価を確固たるものとしていった。しかし、消え去った、アルベルチーヌ、見出された時では、走行段階であったことも含めて、再び批判が現れてくる。しかし、見出された時に関しエドモンジャルは、作品の円環的な構造を指摘し、その内在的な美が完全に掲示されるまではまだ、多くの年月がかかるだろうと記している。ありがとうございます。